And now we'll move on to our first candidate. Mr. Jihang Wang from the Nissan Institute of Japanese Studies, talking on Back to the Heartland, Business Opportunities in Central Asia for Japan and Europe. Thank you. みなさん、こんにちは。オックスフォード大学在学の大智光と申します。今日は日本と欧州企業の中央アジアにおけるビジネスチャンスについて話したいと思います。よろしくお願いします。まず本題に入る前に簡単な自己紹介をさせていただきます。私は中国に生まれ、両親の仕事の関係で小学校2年生から5年生までの3年間を東京港区で過ごしました。大学はアメリカで国際関係を専攻し、今はオックスフォード大学の日本研究所で、日本と中央アジアの政治的、経済的関連について研究しております。今日のスピーチでも、この中央アジアにおけるビジネスチャンスをテーマに掲げておりますが、私がこのトピックについて興味を持ち始め、そして研究しようと思ったきっかけは、去年夏のインターンシップでした。私は中国の海外投資ファンドの研究部に入り、その職場で一番印象深かったのが、中国から日本に求める連携意欲の強さでした。そこで私に任せられた研究テーマは、日中企業の第三者国市場における連携でした。そして数多くの第三者国市場の中でも、中央アジアのポテンシャルが一番高いと思います。中央アジアといえば、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。シルクロードでしょうか。遊牧民族でしょうか。場合によって含む国が違うこともがありますが、ここではカザフスタン、ウズベキスタン、ギルギス、タジキスタン、そしてトルクメニスタンの5カ国に絞って話したいと思います。中央アジアは日本の方々にとって馴染みの薄い地域かもしれませんが、実は冷戦終結を迎えてから間もなく、日本は中央アジア諸国の経済的メンターになり、計画経済から市場経済の移行にあたって援助を行ってきました。冷戦以降、日本は中央アジア諸国に ODA を惜しまず提供し、政府間で厚い信頼を築いてきましたが、民間の貿易や投資は一向に伸びませんでした。国家独立直後に行われた現地企業の民営化も欧州企業が主役でした。中央アジアにおける日本の公的援助と民間参入は真逆と言えるほどのものでした。日本政府は現地で多くの日本センターを設け、日本語教育を推進してきましたが、残念なことにその卒業生は現地で日本語関係の仕事がなかなか見つからず、日本語を学んでも就職難に終わるという悪い印象が広がりました。ではなぜ中央アジアで日本の企業進出が遅れたのでしょうか。地理的な距離はさておき、進出に最適の産業についても考えなければなりません。日本で海外投資といえば、最も典型的なのが製造業の海外生産移転。その中でも自動車製造が最も象徴的な分野です。中央アジア諸国にとっても、そのエネルギー依存から脱却し、産業多角化を進めるため、日本の製造業を歓迎しました。2015年、安倍総理がカザフスタンに訪問したとき、ナザルバエフ大統領は、トヨタの現地進出を具体例として、他の日本企業も進出してくれることを期待すると述べました。しかしながら、その詳細を見ていくと、このトヨタの具体例は真逆とも言えるほどのものでした。まずはその規模が小さく、年間3000台しか生産できないノックダウン工場でした。そもそも中央アジアは日本製造業海外移転の最適解とは言いにくいのです。国内市場の規模はごく限られ、5カ国の中でトップランクのカザフスタンでもトヨタの年間販売数は1万3000台に過ぎません。そして人件費も他のアジア発展途上国と比べてむしろ高い方で、日本からの輸送コストも平均を上回っております。実際このトヨタの現地工場は2014年に稼働し、翌年の安倍総理訪問を迎えた後、トヨタ社内では忘れかけられた存在になりました。このような窓飾りとも疑われるほどのプロジェクトを模範として推奨したならば、他の日本企業はトヨタでもダメだったらうちはとんでもないと
受け止めかねません。それでは、どうすれば中央アジアでのビジネスチャンスを広げられるのでしょうか。製造業にとらわれず、他にも例えばインフラとそれに基づいた物流産業、そしてエネルギー分野と観光業に目をつけるべきだと思います。また近年、中央アジアで一番の変動といえば、中国の存在が大きく増したことに他なりません。よくグレートゲームの再開など言われますが、ビジネス面から見れば、これは日本と欧州企業にとって絶好のチャンスだと思います。まずはその誕生から世界の注目を集めたアジアインフラ投資銀行、いわゆる AIIB は、中国が出資して現地で道路、鉄道を整備する。その過程で必要となる建機、そしてプロジェクトマネージメントの軽減など、これはいずれも日本企業の強みです。そして中央アジアで多くのプロジェクトは現地政府が実行するべきですが、当局もまた他の各国企業に事業入札してもらう必要があります。その際、政治的な配慮で第三者国としての日本や欧州企業が好まれます。そしてこの出来上がったインフラに基づいて物流産業に取り組むのも一つの考えです。例えば日本通運は去年初めてカザフスタンで駐在員事務所を開設し、ロシアと中央アジアに向けた一貫輸送サービスを開始しました。次にエネルギー分野では常に施設の老朽化が進んでおります。ソ連崩壊直後、日本や欧州企業が中央アジアで行った施設の修繕も、30年後の今やまた時代遅れのものになり、新しい需要が生まれてきます。実際、日本の丸紅と中国のシノペックは共同融資でカザフスタンで製油所の近代化事業に取り組んでおります。特にエネルギー分野では、中国は今年5月から外国企業に向けて石油・ガス資源の探査と生産を解禁すると決めております。このような中で多くの中国企業、特に国有企業が進出している中央アジアを架け橋として、シノペックのような大手と連携経験を重ねていくことで、将来巨大な中国市場の開拓につながると思います。特に今、この米中貿易摩擦のさらなるエスカレートは一時的に免れたものの、一件落着とは言えない中、これこそ日本と欧州企業にとって絶好のチャンスだと思います。最後は観光業です。最近このコロナウイルスの流行で少し物騒な話かもしれませんが、中央アジア地域は近年中国観光客の増加が最も著しい地域の一つです。多くの中国観光客が押し寄せることによって現地のツーリズムが発展すれば、これはシルクロードに興味を持つ世界中の方々に向けた大きな観光市場が育成されると思います。こうした中で、今日本政府が掲げているシルクロード世界遺産援助事業の下で、中央アジアでの観光業、そして観光人材育成に向けたトレーニングプログラムなども良き投資標的になると思います。以上、申し上げましたように、従来の製造業一点にとらわれず、ビジネス面で中国の存在をうまく利用するという観点からすれば、インフラとそれに基づいた物流産業、そしてエネルギー分野と観光業に目をつけるべきだと思います。さらに、日本と欧州の中央アジアとの歴史上の関連、政府間の関係、そして国際政治なども視野に入れると、今こそユーラシア大陸のハートランドでさらなる活躍が期待される時ではないでしょうか。私なりの意見ですが、ご参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。大内さん、ありがとうございました。ありがとうございます。大内さんは中国の方です。はい、すごくいい場所で、中国人として欧州に今それと日本の私たちに向けてこの3つをつなげるという場所で素晴らしいスピーチありがとうございました。機会をいただいてありがとうございます。日本語もだいぶお上手だと思うんですけども、日本語で好きな言葉を一つと言ったら何になりますか。日本で好きなことです。日本語で好きな言葉は
一つと言ったら何を選びますか？はい、やはり思いやりだと思います。日本の小学校で学校からチラシをもらったことがあるんですけれども、それかその中では先生から一言ということで、全学校中の数十名の先生方から一言で、その中でも思いやりが出てきたは一番多く出た言葉なので、それはとても印象深く覚えております。それも日本文化の中で一番独特なものだと思います。それは好きな言葉なんですか？はい、そうです。思いやりというのは。ありがとうございます。小さい時に日本で住まわれてたということなんですけども、はい、しかし僕は今本当にこの保護者レベルとの間で壁があって、それをどうしても乗り越えられるのかどうか、まあ、今チャレンジしているところです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ。大変完全なお話でなかなか質問を考えるのは難しいんですけれども、例えば中央アジア5カ国と言いましたけど、はい、一派一から挙げる5カ国と言ってよろしい？それとも各5カ国違う発展をしたり違うアプローチをした方がいいんでしょうかね？はい、もちろん5カ国の中でその違いは存在します。それともそしてこれも小さくない違いだと思います。しかし、10分間に限られましたので、ここでは一括的に中央アジアとして話しておりますが、実際中央アジアといえばアフガニスタンとかを含むこともありますけれども、現在その治安情勢などを考えてまして、ビジネスチャンスがあるのはやはりその5カ国に絞られるかと思います。トヨタだけじゃなくて日本エクスプレスが入っていると言いましたけれども、はい、まだまだ未開発の市場なんでしょうか、日本にとっては？はい、これは私も今研究の最中ですけれども、この昔の例を見ていきますとですね、例えば企業の民営化にあたって、つまりソ連崩壊直後に行われた民間企業国家企業の民営化ですけれども、その伊藤忠商事が参入するという意欲を表したことはありますけれども、結局はイギリス企業にボックスアウトされたということも存在すると。それで日本企業に意欲はありますけど、その能力をどうやって生かすのか、それが今後の問題だと思います。この地域には中国だけじゃなくて欧州と日本も目を注いでいるということですけども、欧州はなぜ強いんですかね？はい、欧州としてはですね、特にイギリスですね。イギリスは今までは欧州つまり EU と一緒に中央アジアの一貫した政策を取ってきましたけれども、現在このブレクジットのことでまた将来独立した中央アジアの政策を繰り広げ出すと思います。特にイギリスを中心として欧州は歴史上から中央アジアとこの深い連携を持っているわけですので、今中国の存在が増したことで欧州から引き返るということは多分ないと思います。そして例えば英国と日本の競争ということもあり得るわけですか？そうですね、やはり中央アジアではやっぱりつまり共同に建設して共同に管理して、そして共同に成果を得るというようなシェアリングのアイデアの下で、競争よりは協力をした方がいいかと思います。日英も協力をした方がいいという？そうですね、中国も一緒に協力した方がいいという？そう、中国も特に中国からはですね、日本と欧州企業の参入を歓迎していると思います。例えば安倍総理が公開の場で何度もおっしゃってきましたが、日本が中国に求めるのは公開性、健全性、経済性、そして、透明性ですね。この4つを求めているわけで、で中国も日本の参入があればこの4つのクオリティのさらなる改善につながると歓迎していると思います。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。